始まりました。ともこチャンネルです。ね、はいはい。前回の投稿ではですね、私が上尾市の市議会議員選挙に出馬を考えておりますという投稿にですね、たくさんのコメントをいただきありがとうございます。ありがとうございます。今後ですね、少しずつ政治活動を行っていきたいと思います。今回はその上尾市の中学校で、衆議院選挙に向けての前回のですね、衆議院選挙に向けての中学校で模擬投票が行われた中学校があったんですよ。へー。はい。それがですね、東京新聞に掲載されていましたので、ご紹介したいと思います、はい。はい。こちらをご覧ください。6党が協力。あ、ここね、国政政党9党なので、ちょっと6党っていうのは、気になると思いますが、後でご説明いたします。衆議院選の模擬投票、上尾大石中社会科教諭が発案。これは10月31日の記事だそうです。31日投開票の衆院選に合わせて、上尾市立大石中学校で29日、生徒による模擬投票が行われた。主権者教育の一環で、事前に生徒から募った聞きたいことを生徒に質問し、回答を参考に投票。彼らは投票できるようになったらぜひ行きたいと、政治や選挙への関心を高めた様子だった。開票は来月1日を予定しているという本当に間近な話なんですね。社会科の佐々木隆夫教諭61歳が発案した。聞きたいことは今月上旬に全24学級の約900人にアンケートし、特に多かった10項目を選んだ。衆院選の争点にもなっているテーマばかりで、なぜ知りたいかの理由もつけて国政の6政党の本部に送付。25日までに全6党から回答が届いた。生徒の関心が最も高かったのは新型コロナ関連で、潰れてしまったお店や経済を立て直してほしい、友達と早くカラオケやライブにも行きたいし、部活の大会や行事を増やしてほしいなどの理由が並んだ。また2年生は沖縄の米軍基地問題、3年生は憲法9条改正など最近学習したテーマに興味を示し、賛成反対の意見を聞いてしっかり考えたいなどの意見があった。うーん、すごいね、はい、このような感じで投票したみたいですね、はい。おお、投票箱。ね、うん。各党の回答は選挙公約に沿ったもので、税金の集め方や使い道、これからの学校教育、憲法などでは具体的な施策や方針を挙げた。一方、地球温暖化対策で原発に触れる党もあれば触れない党も、同性婚や選択的夫婦別姓、米軍基地問題などでは説明の具体性にも差があった。生徒の関心高い10項目質問、政党の回答を参考に選択。生徒は回答をまとめた冊子を持ち帰って考え、家に持ち帰って考えたんだからいいよね。そうだね。ね、内容を20丸、丸、三角、×で採点。27日から29日の社会科の授業で政党名を書いて投票した。2年1組では29日、家族と話し合った様子や、いいと思った政策を発表。投票後は、政治に興味が湧いた、などの声が上がり、杉野元気さん、14歳は、政党が答えてくれてとても嬉しかった。納得のいく答えもあり、参考に投票した。将来選挙には行きたいと話した。佐々木さんは今回は架空の設定ではなく、実際の政党の協力を得られたことで生徒の真剣度が違うと手応えを感じた様子。自分たちの選択が大事だと知ることは大きかったと思う。このような授業が広がればと期待した。素晴らしいよね。これは素晴らしいんじゃない。素晴らしいことなんですよ。この上尾市の中学校の教諭が大石中、すぐそこだよ、ね、はい、すぐそこなんですよ、ここから、はい、という東京新聞の記事なんですけれども、ここで6党というのにですね、気になりますよね。6党ね。国政政党というのは9党あるので、はい、私もちょっとですね、すぐに気になったので、ずっと上尾にお住まいになってる知り合いに連絡をして聞いてみたんです、その方が大石中学校のお子さんのいるママさんに聞いてくださったのですが、その方が言うには、選挙前だったこともあり、
党員が少ない党は返信など手間が大変であろうという配慮だったみたいですという返信をもらったそうなんですね。まあ本当に1ヶ月前だったので、うん、まあ短いのかなって思われたのかもしれないですけど、はい。あと、まあ党員の少ない党というのはやっぱり社民党、うん、NHK 党、令和新選組だと思うんですよね。確信はないですけど、まあきっとそうですよね。うんうん、令和新選組を応援する私たちとしては、うん、まあ、そこだけが本当にね、残念でね。そうだね。ちょっとね。それちゃんと旧政党でやってたら、うんうん、そのやっぱお子さんが家でも議論するわけでしょ。そう。ね、うん、そうするとそのお父さんお母さんとかも令和新選組を知ることになる、うん、知ることになって、まあ、あと令和に例えば質問状を出したらたとえ忙しくても、うん、一番丁寧に答えてくださるっていうのは私たちはね、そうだね、この手間が大変であろうという配慮だったからね。そう、まあね、でも、うん、でもそう、でもですね、やっぱりあの国政政党っていうのは、うん、本当に小さな政党であっても、うんうん、平等に扱わなきゃいけないっていうのは、うん、まあ、決まってるらしいんですよね、うん、テレビ局で言えばですよ、うん、テレビ局は自民党の総裁選っていうのは期間中すごいなんか討論やってたじゃん。やってたね、4人のね、そう、総裁選に出る4人の討論会みたいなのをたくさんやったと思うんですけれども、うん、衆院選でなぜ国政政党の党首討論がなかったかって、少なかったか、本当にちょびっとしかなかったでしょ、うん、あれはどの政党も平等に扱わなきゃいけないけど、それがなかなか難しいので少ししかやらなかったっていうのがテレビ局の理由らしいんですね、うん、なので本当は国政政党っていうのは旧党をきちんと同じ扱いをしなければいけないんですよ、うん、まあ、なのでちょっとここの先生は知らなかったんだと思う、うん、まあ、そう、だから本当に小さい政党だからちょっと大変だろうっていう配慮だったんだと思うけど、うん、ちょっとそこはね、私もちょっと違うかなっていうのがあるので、うん、まあでもこういうことをやるっていうことが素晴らしいじゃない。すごい、本当にね、そこは感謝すべきだよ ね、 私たちとしてはね。そうなんです、模擬投票までしてさ、選挙に行きたくなるよね、本当の選挙に。なるなる。そう、保護者の方もきっと行ったと思うんだよね、ここの保護者の方たちは。なのでもう本当にすごくいいことをされた先生ですので、その私もこの市議の方、上尾市議の方とせっかく知り合いになれたので、まあ、そのね、先生にちょっと次回の参議院選挙でもこれをやってもらいたいっていう話をしてもらって、あとはちゃんと国政政党、旧党っていうのは同じに扱ってくださいっていうのを言ってもらいたいなと思います。一つの中学校ですけど、次回は全部の中学校にお願いできるように、議員さんだったらできそうじゃない？そうだね。それこそ。できるよ。これはできるよ。できるよね。できるできる。東京新聞がこんなに堂々と載せてるわけで。そう、これはすごくいいことだと思う。もう全国の、もう全国の中学校、高校。ね、それをお願いしてさ、ね。いいですよね。いいいい。これはやるべき。そうなんですよ。これは素晴らしいと思って。あ、素晴らしい。他にもね、なんかやってる中学校あったんですよ。あ、あるのあるんだ。あ、こちら。中3が本気の一票、衆院選で教育現場から挑戦、ということで、こちらは10月31日、投開票の衆院選に合わせ、福岡1区に位置する福岡市博多区の東光中って何？東光中？登校中じゃないの。まあ、いいか。3年生の2クラスが社会の授業で1票を投じた。生徒はパソコンなどで候補者と政党の公約や訴えを主体的に学び、考え、投票先を選択した。政治的中立性を意識するあまり、選挙に距離を置きがちだとされる現代の教育現場からの挑戦。研究者はリアルに自分のこととして捉えられる効果があると評価する。そう、他のね、学校でもちょっとずつ、中学校がやってるみたいなので、だからね、今回の、こういう働きはすごくいいですよね。そうだね。はい。これが本当に全国に広がるように、参議院選挙では、これを見てる皆さんもですね、これ広めたい。中学校でも高校でも同じことができると思うんですよ。できるよ、できるできる。小学校でも、それこそ高学年が、もうね、私が言ってたことなんだよ。ね、前に動画で出したんですよ。社会科の先生って、そのことをやってくださった方がいらっしゃるので、ぜひこれをですね、広げていってほしいなと思います。そうだよね。面白いね、はい、模擬投票ね。上尾市の方ではですね、私がちょっと議員さんにですね、ちょっと知り合いの議員さんにせっかくなれたので、これちょっと進めてくださいってお願いしてみます。そうだね、はい。はい。うん。
これは面白いわ。で、もしさ、だってさ、子供じゃん。子供だからさ、なんか全然純粋でしょ、だからさ、純粋。ね、こっちの方がね、いいこと言ってるじゃんって。でも結果まで見てさ、なんでこっちの方がいいこと言ってんのに、なんでこっちが勝っちゃったのとかさ、そういう疑問も生まれてくると思うんだよね。ね、そういう話し合いとかもさ、できるだろうしさ。そうそうそう。ね。ね、いいと思うんですよね、だっておそらくこの旧政党で令和新選組が出てたら、子供たちみんな令和一択だと思うんだよね。いや、分からないけど分からないけど分からないけど、一択だと思うんだよね。私たちは一択なのでね、その子供たちは分からないですけれども、ね、はい、これはぜひ進めてほしいと思うんですよね。はい、ということで私たちもですね、来年7月の参議院選挙に向けて、令和新選組をですね、応援していきたいと思います。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい。はい、一番はですね、積極財政ということをですね、もう簡単に分かっていただけるように、ちょっとこれから考えて投稿したいなと思うんだよね。積極財政が、ちょっといまいち分かってない方が、やっぱり多いんですよ。まだ分かってるようで、そう、緊縮財政と積極財政の違いさえ分かれば、やっぱり、ガラッと変わると思うんですよね。このような投稿をしていきたいと思います。はい。はい。このチャンネルを初めてご覧になった方、まだチャンネル登録をされていない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、この動画が少しでも良かったよという方は応援の高評価もぜひよろしくお願いします。はい、はい、それでは皆さんご一緒に、はい、合言葉は選挙に行こう。あ、行こうって言っちゃった、はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。なんだと平気だ。